力の弱い魔物たちが魔戦郷に守られて暮らすジャディンの園、魔界の楽園と呼ばれているんですって。穏やかで優しい場所、綺麗なお花や可愛い魔物たち、希望と光に満ちているの。私はここが大好きよ。そういえばジャディンの園の光はあなたとよく似ているわ。
これが桜。すごく綺麗。スケッチのしがいがあるわ。おーい。ユシカ、それにアンルシアさんも、二人とも一体どうしたの？俺もアストルティアに咲く桜って花を見てみたくてな。またアスバルのやつには抜け駆けしたってチクチク言われそうだが。上春舞の桜は素敵よね。私たちもご一緒していいかしら？ええ、もちろん。すごい、イルーシャさんって絵を描くのがとっても上手なのね。ありがとう。ちょっと恥ずかしいけど。そうだ、アンルシアさんも絵を描いてみない？私はいいわ。実は子供の頃、兄にプレゼントした犬の絵を上手なオニオンだねって褒められたことがあって。創世の女神様なんて大層な存在だとは思えないよな。絵を描いたり笑ったり、ああやってるとどこにでもいる普通の女みたいだな。あ、あいつは本当に女神ルティアナなのか？イルーシャはイルーシャじゃないのか？俺たちはフィネトカに戻るよ。神殺しの秘儀の修行もそろそろ最後の追い込みだしな。じゃあね、イルーシャさん。じゃなくてイルーシャ。うん、アンルシアたちも頑張って。アンルシアともおしゃべりができて楽しかったわ。連れてきてくれてありがとう。あと、もう一箇所だけ付き合ってくれる？最後に海が描きたいの。魔界にはない青い海が。キラキラ海岸の東の小島は人が少なくて静かだから絵を描くのにちょうど良さそうなんですって。え？キラキラ海岸なんて知らないって？アスバルがそう言っていたと思うんだけど、聞き間違いだったのかも。キラキラ海岸に似た名前の場所を知らないかしら。のこの青い海を絵に描けたらとっても素敵だなって思ってたの。これで行きたかった場所には全て行けたわ。いろんなところへ連れて行ってくれてありがとう。女神の祠を巡ったからか感じるの。アストルティアは創生の力に満ちている。あ、ごめんなさい。やっぱりもう少しだけ待ってもらっていい？
せっかくだから海に入ってみたいな。砂浜は歩きにくくて、波は気持ちいいのね。知らなかったわ。ってしょっぱいのね。まだまだ知らないことばかり。消えたくない。本当は消えてしまうなんて怖い。もっといろんなことを知りたい。みんなと別れたくない。そこに住む人たちも大好きよ。みんなを救えるなら私は喜んでこの身を光の川に捧げるわ。付き合ってくれてありがとう。そろそろフィネトカに戻りましょう。スケッチに色を塗って絵を完成させなくちゃね。
力の弱い魔物たちが魔戦郷に守られて暮らすジャディンの園、魔界の楽園と呼ばれているんですって。穏やかで優しい場所、綺麗なお花や可愛い魔物たち、希望と光に満ちているの。私はここが大好きよ。そういえばジャディンの園の光はあなたとよく似ているわ。ゴーラの国で出会ったペペロゴーラ君、おじいさんのマデサゴーラさんを超える芸術家になるんだって張り切っていたわね。私にスケッチブックをくれたのもペペロ君。この絵を見せたらなんて言うかしら。前髪はもう少し尖らせた方がいいかな。ペペロ君すごく髪型にこだわっていたから。からファラザードへ連れ去られたけど、みんなとても優しく接してくれた。ナジーンもユシカも、二人はお互いを心から信じ合っていたわ。だからナジーンは自分の命と引き換えにユシカを守り抜いた。ユシカは深く傷ついていたけれど、ナジーンの死を乗り越えたのね。そしてあなたを支えていく決意をした。ユシカは魔界のため、ナジーンのため、そしてあなたのために戦い続けるでしょう。あなたもユシカのことを支えてあげてね。スバルを探す途中でいろんな人と出会ったわ。リンベリーやオーディス王子、ボッカンさんは本当にアスバルそっくりの声をしていたわね。リンベリーは強引なところがあるけれど、アスバルを助けるために手を尽くしてくれた。彼のことを大切に思っているのね。そういえば別れ際リンベリーに、あんたには負けないからって言われたけど、私たち何か勝負するのかな。信頼していたおじさんに裏切られ、自らお母さんを手にかけて
それでもアスバルは王としての道を選んだ。アスバルとお母さんのエルガドーラさん、二人の間にあった感情は複雑で、私にはそのすべてはわからないけれど、これから魔王としてゼクレスの人たちを守っていくと決めたアスバルの覚悟は素晴らしいと思うわ。ティリアという女の子としてトポルの村で幸せそうに暮らしていたバレリアさん、いつもとは全然違う印象だったね。子供の頃から兵士として戦ってきたバレリアさんにとって、ティリアさんの生活は憧れてきたものだったのかもしれないわね。トポルの村に行った時、フェアネおばあちゃんが私にもクラムパイを食べさせてくれたの。すっごく美味しかったわ。行方不明になっていたバレリアさんはトポルの村でか弱い女の子として静かに暮らしていたけれど、トポルの村の人たちやバルディスタ、そして魔界のために平穏な暮らしを捨てて魔王バレリアに戻る決意をした。バレリアさんを氷の魔女と呼ぶ人もいるけど、本当は優しくて温かい人、それにもちろんとても強い人ね。みんなに認められて、あなたは大魔王になった。魔戦鏡だけでなく、三人の魔王たち、もちろん私もよ。ペペロ君だってあなたのために玉座を作ってくれたのに、魔戦鏡が突然戴冠式をめちゃくちゃにしてしまった。魔戦鏡の真意はわからないけれど、大魔王という光を得た魔界の人たちは必ず大魔正気を乗り越えると信じているわ。噴出した魔性を止めるため、ザハディガル元宝の遠征軍駐屯地に向かったけれど、すでに何者かが魔性を打ち消した後だった。謎のフードの集団アンルシアさんたちはルクスガルン大門を通ってアストルティアから魔界に来たのね。アンルシアさんたち、大魔王城へたどり着くまでにジャリムバハ砂漠をさまよったり、ファラザードで高い装備品を買ったり、大変だったそうよ。そういえばジルガモットさんがバザールでぼったくられているフードの4人組の話をしていたような。ナラジア、私に会うために大魔王城まで来たって言ってた。あんなにボロボロになってまで、どうして私とそっくりなの？私たち初めて会うはずなのに、懐かしい気持ちになるのはどうして？ナラジアと話がしてみたい。だけど今はただナラジアに助かってほしい。ザハディガル元宝やバルディスタで目撃された謎のフードの集団、その正体は大魔王を倒すため
アストルティアからやってきた勇者たちだった。勇者のアンルシアさんに賢者のルシェンダさん、あなたの幼馴染のシーンさん、竜族のエステラさん。魔界とアストルティアの溝は深いけれど、お互い手を取り合って助け合わなきゃ。それに勇者という立場や魔性のことがなくても、アンルシアさんたちと仲良くなれたら嬉しいわ。魔戦郷を追って向かったゴダ神殿、その地底の奥深くには大いなる闇の根源ジャゴヌバが封印されていた。広大な空間に逆さまにそびえているジャゴヌバの神殿は、遠くから見ても不気味で恐ろしかったわ。神殿に近づく間も本当は怖かった。だけどみんなが、あなたがいたから私も進めたの。ジャゴヌバ神殿の最深部でユシカやアンルシアさんたちと協力して暴虐の邪神と戦ったわ。邪神には勝てたけれど、何かを思い出しかけて私は気を失ってしまった。あの記憶は何？神殿の封印を解いた私とナラジアは何者なの？知りたい。でも知るのが怖い。知ってしまったら恐ろしいことが起きる。そんな気がして。ルシェンダさんの呼びかけで、英知の冠と呼ばれる賢者さんたちが集まってくれた。とってもお茶目なホーローさん、ずっと寝ているブロッケンさんと、おしゃべりなツエさん。エイドスさんは少し怖いけど頼もしい。ジャゴヌバ神殿で私たちを助けてくれたマリーンさんは、宝石魔術の使い手でユシカのお師匠様だったのね。大きくて頼りがいのあるマリーンさん。子供の頃のユシカが憧れて弟子にしてもらった気持ちがよくわかるわ。女神ルティアナ様を復活させる方法を聞くため、私たちは銀の森を抜けて光の里フィネトカへ行くことになった。森に入る前にナラジアと会った。ナラジアがジャゴヌバの拠り所だなんて、あの時は思ってもみなかったけれど、銀の森は不思議な霧に閉ざされていて、女神像の壺からあふれる光の花びらの導きでフィネトカへ行くことができたの。極天女帝さんは可愛らしい女の子だけど、光の里フィネトカの長老様で、ルティアナ様の使徒、六星人でもあったのね。フィネトカで会った時は忘れていたけれど、巡礼の試練によって思い出した。女神の拠り所として生まれた古の記憶を。極天女帝バーヤは私とナラジアの子守役で、私たちにとても優しくしてくれた。私はバーヤが大好きだった。バーヤは私の運命を悲しんでくれるけど、私には
自分が消えてしまったとしても守りたい人がいる。バーヤもその一人よ。アスバルから教えてもらったアストルティアの美しい景色の一つ、ランドン山脈の雲上湖。初めて行った雪山はすっごく寒かったけれど、雪も湖も白く青く輝いて、いつまでも見ていたいって思ったくらい。そしてたどり着いた雲上湖、実際にこの目で見た時は感動したわ。湖が丸ごと凍りついているなんて、アスバルや魔界のみんなにも見せてあげたい。平和になったら誰もが気兼ねなくアストルティアへ行けるようになるといいな。神ハルムイにはたくさんの桜の木が植えられていたけれど、樹齢数百年だというお城の中庭の大樹はとびきり立派だったわ。空に向かって大きく広がった枝から淡いピンク色の可憐な花がこぼれ落ちそうなくらい咲き満ちて、スケッチするのも忘れて見入っていたら、桜の花びらが一枚ひらひら落ちて私の髪にくっついたの。アンルシアが取ってくれたけど、彼女の髪にも花びらがついていて笑っちゃった。アンルシアも絵を描いてくれたのに恥ずかしがって消しちゃったの。彼女らしい可愛らしい絵で好きだったんだけどな。初めてアストルティアの青い海を見たとき、いつか絵に描いてみたいって思ったの。最後に願いが叶ってよかった。寄せては返す波のさざめき、髪をさらう潮風の香り、キラキラ海岸でスケッチをする時間はとても満ち足りていた。ゴダ神殿で目覚めた時、私は何も覚えてなかったけど、一緒にいろんな場所へ行き、たくさんの人たちと出会った。何もなかった私だけど、何もない空っぽのまま消えるわけじゃない。このスケッチブックがその証なの。川から分かたれて最初に思い浮かんだのはあなたの姿だった。あなたに会いたい、そう思って気がついたら私はここにいたの。ただいま。そしてありがとう。大神門、大魔王たりうる者が集まった時にだけ開かれる審判の門。あなたはこの門を通っていくつもの試練と戦いをくぐり抜け、私を見つけ出してくれた。もしユシカがあなたを大神門に連れてこなければ、私あなたに会えなかったのかも。そう思ってユシカにありがとうって言ったら、
いきなりどうしたって不思議そうにしていたわ。海を描いてみたくなったの。アストルティアの海は青くて、魔界の海は赤いのね。スケッチしている途中で大きな生き物が海面から飛び出してきたわ。あれは魔物？それとも魚？すごく大きな体をしているのに、あんなに高くジャンプできるのね。びっくりしちゃった。バレリアさんから聞いたの。ターボル峡谷は魔性の影響が強いバルディスタでは珍しく、花が咲く場所なんですって。ここのお花は小さくて可憐に見えるのに、きっと生命力が強いのね。しっかりと大地に息づいている。近くに綺麗な青い花が咲いていたから、摘んで帰ってバレリアさんにあげたの。ターボル峡谷のことを教えてくれたお礼にね。バレリアさんはお花を受け取ってくれたけど、なんだか寂しそうな顔をしていたわ。私、悪いことをしてしまったかしら。魔原園マデッサンスへ行くためにマデサゴーラさんが作った乗り物ね。奈落へ誘う棺桶。なんだか恐ろしい名前だけれど、私はとても楽しかったわ。また乗ってみたいな、あなたと一緒に。魔性塚の周りを走り回っていた子、植物なんですって。アスバルが教えてくれたわ。名前はアルキニカーマストラム。でもトコトコソウって呼ばれているんですって。綺麗な水場でしか生きられないらしいの。だから魔性塚を浄化したことを喜んでくれてたみたい。まるでお礼を言うみたいに私の周りをトコトコ走って、とっても可愛らしかったわ。ゼクレスマド王国の名所ベルバインコ。スケッチをしていてすがすがしい気持ちになったわ。毎年ベルバインコに渡ってくる原翼竜の群れを見るのを楽しみにしている人も多いんですって。あなたはもう見たの？羨ましいわ。私も見てみたい。いつか見られるといいな。ネクロデア王国はゾブリス将軍という人にひどいやり方で滅ぼされてしまった。でもあなたと馴染んで敵を討ったのね。亡霊たちは今もさまよっているけど、時が過ぎればあるべき場所に帰るはずだわ。そっとしておいてあげましょう。ところでお城の上空で飛んでいる魔物たちは50年くらい前につがいでやってきて、先頭の部分に巣を作ってしまったんですって。おしゃべりな仮面さんが教えてくれたの。巣で生まれた子供の羽ばたきを観察していると心が慰められると言っていたわ。
血潮の浜辺の不思議な装置が海水を吸い上げて、まるで風船みたいに膨らませていたわ。空と海の色が混ざり合ってとても綺麗。この仕掛けはネクロデアの人たちが物や人を安全に通行させるため長い年月をかけて築いたとユシカから聞いたことがあるわ。道がない場所だからこそ道を作ろうという熱意と誇りが伝わってくる。その思いは何百年経っても滅びないのね。ただ干上がった浜辺に取り残されてしまった海の生き物たちは少しかわいそうかも。踏まないように気をつけましょう。トポルの村は絵本みたいに可愛らしいところよね。私は特にクラムベリル広場が好き。満開のお花畑を抜けた先の池に赤いクラムベリーがぷかぷか浮いてるの。その景色がとっても綺麗。ベリーの絵をたくさん描いてたらなんだかお腹が空いてきちゃった。クラムパイまた食べたいな。呪いの泉の水を飲むとその人が一番恐れているものの姿になってしまうのだったわね。呪いも怖いけどこの泉も怖いよね。後ろの木はまるでこっちにおいでって手招きしているみたい。私が一番恐ろしいものは、またあの闇の中に戻ることになったら、そう想像したらすごく怖いかな。大魔王城はもちろんあなたのお城ね。あなたのお家で私のお家でもある。ユシカから大魔王城の話を聞いた時はびっくりしたけど、ここで暮らせて楽しいわ。だっていつでもみんなに会えるもの。ユシカやバレリアさんにアスバル、モモモやカーロ、そしてあなた。こうして絵を見に来てくれるのも嬉しいな。大魔王岩壁はその名の通り、偉大な大魔王の顔が刻まれる場所ね。右から2番目はペペロ君のおじいさんのマデサゴーラさん、そして一番右は仮面の大魔王ってなんだかかっこいいね。けど魔界の人たちは知らないあなたの素顔を私は知ってるってちょっといい気分かも。グラデル大地は雄大な景色とあちこちに置かれた不思議な彫刻の両方を楽しめる場所ね。地面に穴が開いてる場所があるって気づいてた？地下に空洞があって天井が崩れ落ちるとああいう穴が開くんですって。ある彫刻家さんがその穴に落ちたことがあって救出された後も三日三晩泣いていたらしいわ。かわいそうに、すごく怖かったでしょうね。それから
穴が開いた場所や空きそうな場所は柵で囲うようにしたんですって。彫刻家さんのお弟子さんが教えてくれたの。ギルヘナ原野でいらみ合ったまま動かないカエルさんとトカゲさん、スケッチしている間もドキドキしたわ。このトカゲさんは魔界のあちこちにいるけど、特にファラザードでよく見かけるわね。串焼きになった姿でシシカバ武団のサティに勧められて、私も串焼きを食べたことがあるの。美味しかったけど罪悪感に駆られちゃう。フィネトカから見える光の大穴、ここだけでなく魔界やアストルティアの各地でも光の川は見えるのね。遥か神話の時代、鏡合わせの秘儀によってジャゴヌバの体を封じたルティアナ様は、自らの体を光の川へと変えた。そして魔性で汚された大地魔界からアストルティアの地を守るため、その身で二つの世界を隔てたのよ。アストルティアの狭間、光の川の中にあるルファ神殿、ナラジアと一緒に新婚融合の儀を行いに行った時は見る余裕がなかったけれど、荘厳な眺めね。ゴダ神殿の魔晶石の像から私が解き放たれた時、ルファ神殿の女神像の中でナラジアが目覚めた。私たちはお互いを封じるために作られたから。ナラジアは自分の中に封じられたジャゴヌバの魂に飲み込まれてしまったけど、私の知るナラジアはいい子だったの。ゼクレス城からの通路の出口にある滝見の広場、滝の流れ落ちる音と水のせせらぐ音だけがする静かで穏やかな場所。子供の頃のアスバルは嫌なことがあるとここに来て滝を眺めていたんですって。確かに悲しいことも辛いことも洗い流してくれるような、そんな優しさを感じるわ。バルディスタジオの窓から眺めた景色、スケッチをしている間もずっと涼しい風が吹き込んできて気持ちよかったな。バレリアさんもよく窓の前に立って景色を眺めているそうよ。大魔王城での宴の時、酔っ払ったベルトロさんが教えてくれたの。バレリアさんは街を眺めながらどんなことを思うのかな。なんだかお話ししたくなってきちゃった。バレリアさんの焼いてくれるパイもとっても美味しいの。アンルシアも誘ってバルディスタへ遊びに行ってこようかしら。
ザードの先頭のてっぺんはとても高くて強い風が吹いて少し怖いけど清々しい気持ちになれるわ。実は私、魔界大戦が起きる直前、ファラザードに連れ去られている間にここに登ったことがあるの。ユシカが築いたファラザードは人々も町も活気にあふれているのが遠くからでも伝わってきたわ。この景色をもう一度あなたと一緒に見たいって思ってたの。願いを叶えてくれてありがとう。これは私、イルーシャの絵。ペペロ君にスケッチブックをもらった時は自分の絵を描くなんて想像もしてなかったな。あなたに連れて行ってもらっていろんな場所で絵を描いたわ。あなたと一緒にたくさんの景色を見た。この世界は美しい。私はここで生きていきたい。スケッチしながらそう願うようになったの。私、絵を描くのが好きよ。そしてそれを私に教えてくれたあなたのことが。